んに、ね、ご挨拶をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。韓国ガールのナーナーこと小泉ナーです。昨日の予選は残念ながら雨で全てキャンセルとなってしまったんですが、今日は少しお天気が回復して本当に良かったです。皆さん短いお時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ナーナーちゃんよろしくお願いします。そしてはい、皆さんこんにちは。アーリンこと長坂アリサです。今のところ天気が回復しているので、ちょっと私の雨女のパワーを控えられるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、アーリンさんよろしくお願いいたします。さあ、お二人のね、お話にもあったように、昨日がね、予選が、はい、残念です。昨日からいらっしゃってました、お二人は。昨日から富士にはね、来てたんですけど、はい、サーキットには来てないんですけど、この近くにはいました。すごい雨でしたよね。すごい雨でね。多分市内よりもう少しこっちの方が強かった、風もあったんで、あれよりすごいって考えるとね。そうだね。だから、まあね、予選はキャンセルになってしまって、グリッド順のね、第2戦までのポイントランキングの順になってしまいますけど、昨日の雨の中で、やっぱりパスペストを狙っていくアタックを続けていく中で、万が一ね、はい、車がスピンしてとか壊れちゃうと、はい、とんでもないですね。今日が本番、今日が本番ですからね、はい、今日からが。だから逆に最悪かなとは思って、おりますね。で、まあ今日ね、決勝を迎えるわけですけれども、はい、お二人は24時間レースの経験というかあります？私はないんですけど、個人的にプライベートで2年前に観戦しに来たことがあって、2019年。そうですね、はい。で、その時に24時間走り続けるってすごいなと思ったんですけど、ドライバーさんだったりメカさんだったり、マシン もうボロボロになりながら、もう最後までゴールする瞬間、すごい感動して、今日もどんなドラマがあるんだろうなっていうのでワクワクしてます。ですよね、まあ、だからね。あ、じゃあ先にアリーさんも。ここアリーさんは、私は見たことがなくて、でもずっと24時間見てみたいなとは思ってて、やっぱ絶対ドラマがあるじゃないですか。24時間も長いので、そこがちょっと楽しみだなと思ってます。ざっくりよ、ナオナさん2019年にご覧になってて、はい、アリーさんは見てないので、この今、今年で、このスピードウェイで24時間やるのって4回目なんですよ、はい、この通年でね、はい、4回目となりまして、で、そこまでのハイライト的な感じでお伝えすると、はい、私も毎年参加させていただいて、こうやってステージをやらせていただいておりますので、昨年の、ね、ドラマとしたら、早々にですね、まあ、雨も強かったんですけれども、STX の車両がね、給油こう話したら引火したんですよ、ポン、うん、で、みんな周りがチームの消火器をバーって言って、ガレージにピッと入って直すわけですよ。いや大変だよなっていうところも一つのドラマなんですけど、その後ね、昨日みたいな雨が夜中ずっと続いた。だから6時間ぐらい、トータルで多分6時間ぐらいかな、6時間ぐらい、赤旗中断した。で、朝方やって、そこからスタートしていって、最終的な総合優勝したのが、そのガソリンが引火した車がね、チャンピオンだった。チャンピオン。すごいでしょ。何があるかわからないですね。多分初年、まあ2018かな、2018の時は、スバルのね、WRX か、乗ってる車両の59号車がですね、開始早々に、ドアのところにぶつけられちゃって、破損したんですよ、はい、で、その時にその関係者が乗ってきた、チームの方、誰かが乗ってきた同じベースの車両があったの、はい、普通の車に、要はああやって普通のそこからドアだけ取ってドアつけたのね、そうですよね。あれはね、スバリストの人たちはもう拍手喝采。それはもう、そうね、で、この24時間レースで一番欠かせないやつを教えましょう。もちろんタイヤも必要ですし、ドライバーの力量も必要なんですけれども、やっぱりさっきね、ナオナさんが言っていろいろこうボロボロになりながら、もちろんね、少し接触でもパンツが壊れちゃう。ただこの24時間レースで一番強い味方を教えていただいておきます、はい、頑張って。いや、そうなんですよ、頑張ってほしいって。
好きな感じでもね、本当に大切なの。少しパーツがポロポロって外れてたらもうベラッて外れて、ガムテープを 何枚もつなげて貼るのよ。その辺はね、まあ、お二人が見てもらうと、まあ、スタートはそんなないよ。あのやっぱり日が落ちてからナイトセッションなってからがそういったのが増えてくるのが、すごい面白い。楽しみね。まあ多分ね、あのこうご覧になってる皆さんからしたら、あの頑張ってパイセンみたいな感じで言われてる。出たら頑張って先輩みたいな、頑張ってパイセンみたいな。だからあのお二人もそれ見かけたら、あ、出たこれだっていうのをぜひチェックいただきたい。でも本当にね、多くのドラマはあるので、まあ24時間で長いですから、丸々1日ですから。ちなみにお二人は、決勝スタートが15時ですけれども、はい、ずっとやっぱハンコガールとして全チームを応援してくれるんですよね。もちろんです。もちろんです。はい、もちろんです。僕らはステージ側はね、今日8時までしかやらない、はい、だからもうなんか、ね、そんな夜中できないので、まあ、帰るしかないじゃないですか。そうですね、私たちもね、心はここに置いていきたいと思います。寝ながらも応援してずっと応援しています。でもね、本当にお二人には本当にまあ初めてご覧でなおたちが見られてると思うんだけど、スタート進行からスタートで、まあ、1時間ぐらいから要はみんなそれまでそうやっていろんなポーズを入れて、そこからバーベキューだったり、あの T16 って駐車場とかでチルアウトベースっていうのもやってるんですよ。で、あの TGR さんの方で、トヨタガズレーシングさんの方で、あの未来っていう車両をね、向こうで持って行って電気を向こうでね供給して、その誰でも参加できる音楽やったりフードがあったり、だ DJ ブースもあるのかな、そういうのも全部電気も未来から撮ったりするんで、だからそういうのを見に回った方が面白いと思いますよ。そうですね、そのとも楽しみが、そう、あのだからサンセット、あの日が落ちてからのナイトセッション開始も楽しいと思うし、で8時までは絶対遠いよ。8時になったら花火が上がる。今日はありそうですかね。今日はね、今のところ大丈夫じゃない。それもね、すごい2020は雨がちょっと降っててダメだっていうのがスピードウェイさんが言ってたんだけど、ちょうどその上げ落としたタイミングにピタッと止まって、すごいね。あのね、あれは幻想的よ。あのサーキットでこの夜で、あ、なんか来てよかったって、それだけでもなんかあの満足度が全然違う。で、あとはそこからもう静かではないけど、マシンの音がね、夜中のセッションなんで、まあ、どこまで、ね、いらっしゃるか分からない。あと朝方も見た方がいいと思う。面白い、ね、朝方は朝は早く来て、ね、で、なんかね、あとチェッカーの時もいいよ。あ、チェッカーの時もいいです。あの、優勝、総合優勝の車だけじゃない の、 あの例えば2台体制のチームとかいらっしゃるじゃないですか、はい、もうね、残りの1周ぐらいね、もう縦に並んで横に並んでランデブーしてるんだよ。要は24時間走り切ったよゴールみたいな、もうなんかね、見ててほっこりするの、で、あのやっぱりチームごとにみんな叩いてるの、大きなトラブルなくみんなチェックを受けてよかったよかったって。だからあのピットロードのところとかすごい人の、まあダメなんだけど密だよね。それぐらい感動的なあのドラマがあるので、ふとりにはね、本当に楽しんでいただきたい。初の24時間を味わっていただきたい。いろいろね、教えてもらったから、はい、でもお二人がいてくれれば皆さんもいてくれる。確かに夜中もいますよって言ってくれる。本当ですか、はい、なんかお二人からなんか気になることない？24時間、そうですね、私結構体力があるので、この間36時間ぐらい起きてたんですよ、一睡もせず。すごいね。はい、なのでちょっと一人で24時間耐久してみようかな。今心強い言葉もらってるから。いや私もそしたら一緒に耐久するしかないって夜な夜なレース見る。でもそれぐらい目は離せない転換になるかもしれないから、夜中にもね、何があるかわからないんで、だから今はこのままドライで行けるから行けるかもしれないけど、はい、もしかしたら夜中ね、パラパラってきたら、ね、ウェットタイヤにチェンジになるかもしれませんけど、はい、ちょっとね、いろんなものをお二人に見て体感してもらって、また明日ね、ありますからちょっと教えてほしいな。そうですね、これ以上喋っちゃうとまたね、あの皆さん、お二人のステージが短くなっちゃうので、
ちょっとこの辺にするんですけれども、はい、ではですね、ここから PR をして韓国のね、はい、あの PR をしていただきたいんですが、その前に、その前にでいいんですよね。その前に、はい、フォトセッションを設けますので、あのカメラのご準備をお願いいたします。お二人ちゃんをどこか置いていただいて、さあ皆様カメラのご準備はよろしいでしょうか。はい、それではフォトセッションスタートとなります。DTM や24H シリーズ、フォーミュラーRenault EuroCupや
のモータースポーツ大会に供給されてきた経験を持つ、まさにハンコック史上最もスピードの景観に挑戦したレーシングタイヤとなっています。このようにハンコックタイヤはスピードの限界に挑戦し、新たな可能性を切り開く世界中のドライバーをレーシングタイヤで応援しています。富士の天命名物1475m のロングストレートで激しく争われるスピードの攻防戦が見どころとなるスーパー耐久富士24時間レースも、ハンコックタイヤがしっかりと足元から支え、迫力満点なエキサイティングなレースを後押しします。ハンコックタイヤは今年の5月1日に創業80周年を迎えました。2021年日本で伝統を作り上げてきたこのスーパー耐久とともに迎えた80周年、この先もドライブの新しい可能性とモータースポーツの発展を目指します。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、なんか前回のスゴのステージよりささっといけるじゃないですか。本当ですか？成長しすぎてますよ。よかったね、ドキドキしましたけど。いやでもほら、多くの方にね、ハンコックタイヤの魅力伝わったと思いますので、じゃあここからは最後までこうね、はい、聞いていただいた皆様に、はい、何が今回もキャップをご用意しました。はい、ありがとうございます。拍手が少ない。ありがとうございます。じゃあバインダーもらっちゃおうか、お二人から、ね、はい、ちょっと紹介してください。どういった種類の帽子なのか。こちらは韓国のキャップなんですけども、表彰台に乗るドライバーさんが、2位3位のドライバーさんが被るこちらのキャップ、皆さんに何名様かな、何名様。こちらはね、1つ1名です。おお、レアですね。プレゼントします。はい、そしていただいて手を挙げてください。締め切りまで5秒前、4、3、
3、2、1、はい、では締め切らせていただきます。はい、ことだけはしゃがんでください。では行きましょう、アリさんお願いします。はい、行きます。ハンコックタイヤ、じゃんけんぽん。はい、グーの方以外座ってください。グーの方以外は座ってください。4名決めますからね。どんどん行きましょう。行きます。ハンコックタイヤ、じゃんけんぽん。はい、チョキ。チョキの方、チョキの方。まだいるね。まだいるね。まだまだ
ね、ナーナちゃんありますので、ぜひそちらの方もですね、あのグランドスタンドから皆様応援いただければと思います。はい、では、皆様ね、改めましてハンコンガールのお二人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。じゃあ、この後のスタート